燃料タンクの羽馬、エンブレム川崎バリオスは、かつて川崎重工業が製造販売していた、総排気量 250cc のオートバイである。バリオスとは、ギリシア神話に登場する、不老不死の神名の名前である。燃料タンクにはその神名をイメージした、羽馬のエンブレムと、バリアスのロゴが描かれており、ほとんどの川崎のバイクに入っている川崎のロゴは、 一部のモデルを除いて描かれていない。1991年4月、クォーターネイキッドスポーツモデルとして登場。同社のレーサーレプリカ、ZXR250 由来の水冷エンジンを中低速重視にリセッティングし、シリンダーに空冷風のフィンを加え、左右のクランクケースカバーの形状などを変更して搭載。最高回転数は 19000rpm で非常に 感高い排気音が特徴。一部のバイクユーザーからはこの音を F1 サウンドと呼び親しまれている。高回転域の優れた加速性能で 400cc にも劣らないトルクを持ち、最高出力 45PS250cc としては、現代の同クラスよりも走りを重視したハードな乗り味だが、ネイキッドで軽量な車体と高いハンドルポジション、またシート高は低く作られているため、 オートバイ初心者や女性にも扱いやすくなっている。足回りには、モノショック式、リアサスペンションと、体型ディスクブレーキを採用。マイナーチェンジにより、ハザードランプスイッチ、燃料系等を搭載した。年ごとに、カラーリング変更などを行いながら、販売を継続され、1997年4月、日本ショック式、リアサスペンションを採用した、バリオス2へ、 フルモデルチェンジ。スロットルポジションセンサー付きのキャブレターを新たに採用し、エンジンレスポンスを向上させた。なお同社は2002年2月から2005年まで、同じオートバイメーカーのスズキへ OEM 供給され、250cc、ネイキッドバンディット250の後継モデルとして、GSX250FX の名称で販売されていた。 長い間人気のあるモデルであったが、自動車排出ガス規制の強化により2007年8月末をもって生産終了となった。ありがとうございます。